前回のあらすじ、やっとハンドを追い詰めたかつみちゃん一行。しかし、セクティキュアルスズハラ博士が再び現れ、かつみちゃん一行の行く手を阻みます。スズハラ博士の手下の研究員の話では、スズハラ博士は屋敷にいるという話でしたが、実際は自身の部下を使い、間違った情報をかつみちゃんサイドに知らせた後、野々口家を襲っていました。そして、かつみちゃんの遠くの翔太がスズハラ博士サイドの人質に、スズハラ博士は、翔太を返して欲しければ屋敷に来いとかつみちゃんを要求し、再び姿を消します。そして逃げたハウンドを追ってついた先に、まさかあの人物が。今回の動画はここからスタートです。大どういうことだ、マユ。月岡さん、マユ、彼女が静原マユだというの？でも静原は本当のマユはもう死んだって、あれは嘘だったのか？いや、嘘じゃない。俺はこの目で彼女の死を確認している。彼女は、静原マユは間違いなくあの時に死んだはずだ。じゃあここにいるのは？はじめまして、私はシステムマユ。この研究所を管理していたメインプログラムです。プログラムだと？はい、1年前の実験で体の機能のほとんどを失った私は、父、いえ静原博士にこのシステムに組み込まれ、なんとか生き延びることができました。脳だけになってですが。だが静原は、そんなことは一言も。それは静原博士は、月岡さんのことを心の底からは信じきっていませんでしたから、私の存在をひた隠しにしていたんです。あなただけじゃない。あの人が信じるのはあの人自身と、決して命令に逆らうことのない存在だけです。例えば私のような、静原。まゆ、そいつらをしばらく足止めしておけ。わかりました。言っておくが、決して殺すなよ。ただ、ハウンドが逃げ延びるまでの間の、時間稼ぎをしておけ。了解。反応速度及び出力を 50% に抑制。いきます。マユ。システムマユとの戦闘、生物でも機械でもないため、状態異常が効かない。状態異常を伴う全体攻撃が脅威。死んだはずのマユちゃんがここで登場。体は死んだけれど、魂だけは生かしたということなんでしょう。でも、なぜシズハラサイドについているのでしょうか。本来は野々口家の人間として生まれるはずだったのが、シズハラ博士の復讐目的のためにこのような状態になってしまった。マユちゃんから見てもシズハラ博士は憎し存在のはずですよね。目を覚ましてほしいです。実体のないプログラムですから、私を止める方法はただ一つ、私の脳を破壊することだけです。それまでは不死身同然というわけで、始末に負えないわ。今は退きます。目標は果たしましたから。でもこの先もあなたたちが静原博士に歯向かうのなら、私は何度でもあなたたちの前に現れるでしょう。まゆ、さよなら。かつみ、私の身代わり。まさか彼女が生きていたとはな。あんな形とはいえ、し、これでハウンドの野郎も完全に見失ってしまったし、静原の言った通り、明日あいつの屋敷に向かうしかないのか。そうね、今は退きましょう。でも翔太が。しつけ。静原の狙いはあくまでお前自身であって、お前の弟は単なる人質に過ぎない。あいつがお前の弟に危害を加える可能性は低い。だけど戻りましょう。かつみ、弟さんが連れ去られたということは、静原があなたの家に侵入したということでしょ。他のご家族の安否も気遣われるわ。だから今は耐えて。わかったよ。帰ろう、私の家に。私の家？本当はマユのものだったはずの家。もし静原が私たちをすり替えなかったら、多分あんなになってたのは私の方で、マユは私の身代わりに死んだようなもので、彼女はどんな気持ちで、ああ言ったんだろう。お袋、みんな。大丈夫よ。全員、無実で眠らされてるだけ。さすがに静原の奴も、必要以上にあんたを刺激するのは控えたらしいな。このままにしておくわけにもいかないわ。三人とも手伝って。お袋。侵入者が翔太様のお部屋に入っていったことまでは覚えているんですが、一体何がどうなっているのかさっぱりです。それはそうと、かつみ様、そのご一緒の方々はお友達ですか？それにしてはちょっと年齢差が開きすぎな気がしたものですから。まあ、絆はともかく月岡はな、ファサーに至っては味覚は猫だし、あいつさんは友達じゃないけど仲間みたいなものだから。そう、そうですか。実はその中の一人がお庭の方に行かれるのを見たので、一言お伝えしようと思いまして。
れ、ポニーテールでショイスカートの女の子か。いえ、柄の悪じゃない。雰囲気の怖そうな黒ずくめの男の人です。月岡が運転手さん、ちゃんとかつみちゃんのこと心配してますね。野々口家の令嬢が突然見知らぬ人と一緒に帰ってきた。どこの馬の骨よ。あなたまだ中学生なのに、お母さん許しませんよ。そんな気持ちだったのかもしれません。お前か。お前、なんで家の中に入らないんだ。さては居心地が悪いとか。ノーコメントかよ。お前らしいけど。言っておくが、俺がお前たちにつく気になったのは、何もお前たちの思想に共感したり、立場に同情を覚えたそのためじゃない。そこは勘違いするな。そんなことは分かってるよ。うまくは言えないけど、お前、本当はずっと前から、静原たちに逆らうチャンスを探していたんだろう。私たちが現れたことは、そのいいきっかけになった。まあそんなとこじゃないか。お前には独身能力まであったのか。独身よ。なんでもない。ま、いいけど、私は明日になったら、静原に言われた通り、あいつの屋敷に行く。その時に一緒に来るのも、ここで別れるのもお前の自由だ。自分で考えて決めろ。もう、お前に命令してくれる人間はいないんだから。お前、重大なことを忘れていないか。なんだよ。お前は静原の屋敷がどこにあるのか、その所在を知っているのか。そして残りの二人、あの魔術使いの少女と、ワーキャットの少年は知っているのかな。どうなんだろう。決まりだな。この中で確実にあいつの所在を知っているのは俺だけだとなれば、行くしかあるまい。本当にいいのか。静原やハウンドだけじゃなくて、マユとも戦わなきゃいけないかもしれないんだぞ。これが俺が自分で選んだ選択肢だ。それについてお前にとやかく言われる筋合いはどこにもないはずだ。それはそうなんだけど、せめて家の中に入れ。その格好で夜中に突っ立ってると不審者みたいに見えるから。心配なんですね、かつみちゃんのこと。いや、まゆちゃんにもう一度会いたいのかもしれませんね。俺はしばらくこの場所にいる。明日のために体力と精神力を温存しておかないとならないからな。お前も早めに休んだ方がいいぞ。そこで絆が声かけられ待ちしているので会いに行きましょうか。絆、こんなとこにいたのか。カツミ、あなたは少し休んだ方がいいわ。明日になれば静原の屋敷に向かうつもりなんでしょう。休んでいられるのも今夜だけよ。それは分かってるんだけど、眠れるわけないだろ。こんなに一気にいろいろなことがあった後に。弟さんのことは心配なの。当たり前だろ。翔太、泣いたりしてないといいけど、静原に何もされていないよな。殺されたりしてないよな。あなたって身体能力は極めて高いのに、精神的にはむしろ脆いのね。なんだよ、私が翔太の身を心配するのがそんなに変か。絆だって自分の兄弟とか家族が捕まったらどう思うんだよ。心配になるだろう。わからないわ、私にはその内輪もいないから。ごめん、悪いこと聞いた。いいのよ、つねならざる者にとっては決して珍しいことじゃないから。つねならざる者って魔術使いやサイキック、特別な力を持って生まれた人間のことだよな。静原のセレクションプロジェクトは、普通の人間を淘汰して、その常ならざる者が取って代わるための計画。でも静原はなんでそんなしょうもないことを考えついたんだろう。淘汰なんかしなくたって、普通の人間も常ならざる者もみんな仲良くやっていく方法を考えればいいのに。それはまず無理ね。なんで常ならざる者とそれ以外の人間との共存を考える人は昔にもいたのよ。この町、霞市を作ったのもそんな人の一人。彼はこの町を双方が生きていける理想郷にしようと、そう思っていたらしいの。その人は私と同じ魔術使いで、彼の理想に共鳴した多くの魔術使いがこの町に移り住んだと聞いているわ。ええ、この町にはそんな歴史があったのか。でも、ダメだった。彼は普通の人たち、静原のいるところの旧人類の裏切りにあって非業の死を遂げたの。私の遠い祖先に当たる人よ。結局、常ならざる者と、それ以外の人間とは決して相入れないものなのよ。あなた自身、他人と違っているということで、いじめられたことぐらいはあるんでしょう。それは、ない、とは言わないけど。でも、そんな奴らばかりじゃなかったよ。ちゃんと私のこと助けてくれる奴だっていた。私は、普通の人間との共存が、不可能だとは思わないよ。見解の不一致ね。そろそろ、休んだら、それとも、行きたいところがあるのなら、今のうちに行っておいた方がいいわ。戻ってこれない可能性の方が高いのだから。うん。
絆が仲間になった。家に戻ってこれない可能性が高いと言われてしまったので、ショップで大人買いをしようと思います。ショップへ行こう。ここからが本当の最終決戦だと思うので、回復系を多めに買っておきます。多分敵とのレベル差があるので多用するでしょう。絆の攻撃力と防御力も高めておきたいです。気力がなくなった時にひたすら攻撃しなくてはいけないので、結構きついと思いました。武器をスリングショットにして攻撃力をアップ。クソを背広にしてあまり変わらないかもしれないですけど、防御力をアップにします。明日は決戦だな。もう思い残すことはない。翔太、お姉ちゃんが絶対に助けてやるからな。あれ、お姉ちゃん、お母さん、お父さん、みんなの子。気がついたの。翔太くん、だったよね。具合はどう？もう動けるの？いや、僕、大丈夫。強い子ね、翔太くんは。いや、でもね、僕のお姉ちゃんは、もっともっと、世界で一番強いから。あれ、でもお姉ちゃんは、なんで僕の名前を知っているの？お姉ちゃん、誰？私は。見たい人だけの編集の裏側。実は私、月岡さんもまゆちゃんのこと好きなんじゃないかと考えています。それ前も本編で少し話していたよね。まゆちゃんが死んでしまったから叶わぬ恋かと思ったら生きていた。こんな感じです。さえみちゃんは月岡さんの一途な恋模様を妄想しているんだね。脳だけになってもまゆちゃん自身はいなくなったわけではないから、ありだと思います。まあそうね。